い、こんにちは、レトスノールです。9月13日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。本日は模擬試験のシミュレーションについてお話しいたします。まずはじめに重要なことは、模擬試験イコール本試験と思って受験することです。2時間で50問を解く感覚を覚えるようにしましょう。そのために2つのことを決めます。まず1つ目、どの科目から解くのか。基本的にどこから解いても良いです。ただ模試で権利関係から解いているのに本試験で宅建業法から解くといったことはやめましょう。模試も本試験も同じように解くことが重要です。またメンタルが弱い方は難易度の高い権利関係から解かずに、それ以外の部分から解き始めるのも良いでしょう。人によっては権利関係の問題に苦戦し、メンタルがやられてしまい本来の実力が出せないということもあるからです。ちなみに私は素直に問1の権利関係から順番に解いていきました。で、2つ目、時間配分はどうするのか。合格した方の時間配分は次の通りです。その方は宅建業法、法令上の制限、税その他、権利関係といった順に行って、宅建業法40分、法令上の制限、税その他、これで20分、なのでまあ10分10分ということですね。で、権利関係40分、50問を一通り行うのに100分で行っていただき、その後見直し解き直しで10分、ここまでで110分ですね。で、残りはマークミスがないのかをチェックといった時間配分です。まあこれは合格した方でも人によって異なります。で、2時間という時間を取るのが難しいようでしたら、項目別に時間を測って、その時間内に問題文を読むスピードの感覚、これを覚えるようにしましょう。絶対合格、これを目指して頑張ってください。応援しています。それでは問題に入ります。建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行った者が先取り特権を行使するためには、あらかじめ債務者である建築主との間で先取り特権の行使について合意しておく必要がある、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。先取り特権は約定担保物件ではなく法定担保物件です。そのため工事前に登記をしておくことで、債務者の債務不履行があれば当然に先取り特権が発生し、いつでも行使できるんですね。法定担保物件は約定担保物件のような当事者の合意というものは不要になります。よって誤りだということですね。先取り特権っていうのは、進出頻度、低いので勉強しないっていう方もいるんですけども、基本的なところは理解しておきましょう。本試験では基本的な内容だけど見たこともない問題がどんどん出題されます。そういった問題は基本的な内容なんでしっかり取るべきなんですね。試験で焦らないためにも基本的なことはちゃんと頭に入れておきましょう。個別指導の受講師さんには、今回お伝えした約定担保物件と法定担保物件、それぞれどういったものなのかっていうものを受講者専用のメルマガで解説させていただきます。で、問2ですね。宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合について、 A は分譲の代理を他の宅建業者 B に依頼した。 B は単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、 A は案内所の届け出をしなくてもよい、丸か×かという問題です。A は案内所の届け出は不要ですね。 A っていうのは案内所を設置してないですよね。この問題文見ると案内所設置しているのは B ですよね。なので A は案内所の届け出は不要なので丸だということですね。案内所の届け出が必要なのは案内所を設置する宅建業者です。つまり本問では B の B 案内所の届け出が必要です。案内所を設置していない売り主 A は届け出が不要です。意外と間違いやすい部分なので注意しましょう。では問3です。土地の占有者または所有者は都道府県知事が委任したものが宅地造成等工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量または調査を行う場合、正当な理由がない限り立ち入りを拒みまたは妨げてはならない、丸か×かという問題です。で、答えはこれ正しいですね。都道府県知事等は宅地造成等工事規制区域の指定のため測量調査の必要がある場合は他人の占有する土地に立ち入ることができます。これは災害の可能性があるかどうかを調査するわけなので、もちろん役所の人は入ることはできます。ただ立ち入ろうとする日の3日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならないんですね。
そして土地の占有者または所有者は正当な理由がない限りこの立ち入りを拒んだり妨げてはいけません。なので、まあ、今回の問題で言えばこの部分は覚えていなかったとしても解ける問題なんですけれども、関連ポイントとして立ち入ろうとする日の3日前までに占有者に通知しなければならないんだっていうところも合わせて頭に入れておくと効率的に勉強を進めていけますよね。単に問題に対する答えだけ覚えるんじゃなくて、その周辺知識も一緒に頭に入れていく、これが効率的な勉強です。実際個別指導で使っている過去問の解説についても関連ポイントは表にしてまとめていたりして勉強を進めていただいておりますので、楽に頭を整理することができます。そして現状あなた自身こんな悩みありませんでしょうか。過去問では40点以上取れる、8割以上取れる、でも模試では30点も取れない、こういったことで悩んでいないでしょうか。この悩みの原因について解説させていただきたいと思います。まず前提として、過去問が40点取れるから実力があるっていうわけではないんですね。過去問っていうのはもう何回も復習してるわけです。なので結果的に問題文も覚えちゃったりとか、解説も覚えちゃったり、回答覚えちゃったりするので、40点以上取れるっていうのは当然の話なんですよ。だから点数だけで理解できているかどうかっていうのは判断できないんですね。じゃあどこで判断するかっていうと、そもそも日頃の勉強で理解学習をできているかっていうところです。理解学習がちゃんとできていたら、過去問も点数取れますし、また模試の方でも点数取れます。なので模試で点数取れないっていうのであれば、おそらく原因として考えられるのは理解学習ができていないってことです。過去問40点以上取れているってことは問題をそれなりに解いてると思うんですよ。例えば過去問10年以上勉強していて、それで40点以上取っている、まあそういった方が多いと思うんですよね。ただ一方で理解学習ができていないって方がもう非常に多いんですね。で今回ちょっと理解学習についてちょっと細かく、お話しさせていただきたいと思います。まず理解学習っていうのは大きく分けて、まあ、2つあるんですね。細かく分けたら3つですけれども、1、2、3と3つあるんですけれども、まあ、2つに分けていただければいいと思います。1つ目が問題文、質問内容、これをちゃんと理解すること。これ理解していないとボンミスだったりとか引っ掛け問題に引っかかっちゃいます。だから実力があったとしてもそれが原因で失点してしまえばその分点数下がっちゃいますよね。だから点数取れないっていう場合があります。でもう1つが解説を理解していないっていう点です。で、ちょっと一つ目については個別指導の内容になりますので、ちょっと細かくはお伝えできないんですけども、解説の理解について細かくちょっとお話しさせていただきたいと思います。この丸2については、あんた自身が勉強時間を作っていただければ、自分でもできる内容なんで、こっちを中心にお話しさせていただきます。まず、解説の理解なんですけども、第一ステップとして切り分けをしなきゃいけないんですね。何を切り分けるかっていうと、理解しなければいけない問題なのか、丸暗記でいい問題なのか、これを切り分けるんですね。丸暗記でいい部分についてはこれ丸暗記でいいんですよ。例えば語呂合わせを作って語呂合わせを覚えたりとかすればいいです。一方で理解すべき部分についてはちゃんと理解しなきゃいけないんですよね。で、この切り分けの仕方なんですけども、一概にこうやってやりましょうっていうのは言えないんですね。というのも一問一問異なるからなんですよ。これは過去問を何年もやっていただいて、分析していただいて、あ、これは理解していないと解けない問題なんだなっていうのを見極めていただかなきゃいけないんですね。なので、第一段階としては切り分けをするために、まあ、分析をしていくってことなんですよ。で、分析をした上で、あ、これは理解しないといけないな、あ、これ丸暗記でいいなっていうのが分かった上で、じゃあ理解すべきものは、じゃあどれくらい理解しなきゃいけないんだろう、どれくらいの深さまで理解しなきゃいけないんだろうっていう点と、また何を理解しなきゃいけないのか、この二つを考えなきゃいけないんですね。で、一つの基準としては、丸暗記で覚えた部分について使おうと思っても使えない。こういった時はちゃんと理解した方がいいです。丸暗記をそのまま使って、あ、これ解けるっていう問題はその丸暗記の内容でいいんですけども、丸暗記したけれども、それ使って、あれ使えないなって言った時はちゃんと理解した方がいいので、まあそういったものを理解すべき対象としていくのがいいと思います。で、理解すべき内容、つまり理解すべきところと、どれくらい深さまで理解しなきゃいけないのかっていうのが分かった上で、次は調べるっていう話になってきます。で、調べるについては、宅建の教材で調べても載ってないんですよ。その理解しなければいけない部分まで。だから、自分自身で、例えば専門書だったりとか、専門のサイトだったりとかで調べていくのがいいです。宅建の教材、宅建のサイトには載ってません。なので、専門書だったりとか、専門のホームページ、
例えば権利関係だったら弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイト、法令上の制限だと建設業者とか都道府県とか、国土交通省のサイト、税金関係だったら国税庁とか税理士さんのサイト、そういったところで調べながら勉強を進めていくと、この解説の理解ができるようになってきます。ただ試験までそんなに長い期間はありませんので、その中で自分自身で時間を作ってそこまでやるのは難しい、まあそういった方もいると思います。そういった方については今販売している弊社の予想模試があります。弊社の予想模試ではこの切り分けだったりとか調べるって、これやらなくても解説の中に載っているんですね。また問題文の理解が必要な内容についてはそれについても載せております。なので弊社の予想模試をやっていただくだけで理解学習が必然とできるっていうことなんですね。勉強したら勉強した分だけ実力を上げたいという方はぜひ弊社の予想模試ご利用いただければと思います。弊社の予想模試は15日あれば復習まで3回分行っていただけますので、まだ実力を上げることは可能なので最後まで諦めずに頑張っていきましょう。そして予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご覧いただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。